で、フロントガードのボディロックでのパスガードやっていきますね。まずね、クローズガードに入られた、もしくはフロントチョークとかのディフェンスでボディロックを組みながらクローズガードに入っているとか、いろんなシチュエーションがあるんですけども、クローズガード入られましたと。で、このね、レッドラインにボディロックをかけたいんですけども、まずここで上がっていかないので、パターンはいろいろあって、まず自分からね、こう押し頭を相手の顎のラインに向けて、お尻上げるとここを浮くんで、ここに手を差し入れるようなパターンだったり、こう密着してて相手が浮き上がってくる、ここで先にこの脇の下で輪っかを作って、で盛り上げてね、お尻を浮かして浮いたところで組み直す、いろんな形がありますね。で、ボディロックを一回組みましたと。で、組み方ね、この S グリップ、テンフィンガーロック、ちょっといろいろあると思うんですけど、で、組む形が痛いんですけど、僕も指痛いんで、ゲーブルグリップとかの方がいいですね。で、この技に関してはゲーブル組んでなくて、普通に手と合わせてるだけでもできるんで、組み方はやりやすいやつやってください。で、お尻の下で組みましたと。で、ここのさらにポイントがもう一個あって、ハーフガードとかね、のパッシングだったら、このベルトラインとかでもいいんですけど、今回はクローズガードはより下に行かなきゃいけないので、この相手の腰からさらに下、お尻のね、骨の下ぐらいにクラッチを組む形を使っていきます。だいぶ下に入れてください。もう結果的に、ベルトラインからだいぶ下で、この脇にね、相手の足を挟んでるような状態を作ります。で、こっからですね、こっから頭をつけて、後ろにスクロールします。バン。で、ここでね、失敗するパターンとしては、一回ちょっと上にずらしますね。ベルトのね、グリップの位置が、グリップの位置が高すぎると、スクロールしても、こうです。お尻に対して全然プレッシャーがね、かかんなくて、ちょっと余裕ができちゃうんですね。で、これがお尻に近いところにクラッチを組んでると、お尻が押さえつけられる形になって、相手の動きを封じることができます。で、こっから動いていきます。まだクローズ全然割れないんで、動いていくんですけども、肘。今僕がこうやって組んでると、右肘、左肘とこういう感じで、左右にずれるとね、床に肘がつくっていうのを選択できる状態ありますね。で、肘をついてる方に動いていきます。ボディロックを組んで、肘をついて傾けてますね。で、ここからですね、クローズ一回ちょっと組み直してもらっていいですか。相手のクローズまだ切れてないですね。で、ここのグリップの位置変えず、肘を床にして、この自分の右肘を支点に、で、挟んでるこの足を動かさない、今で言うと相手の左足を動かさないようにしながら、上向きかな、上向きの腰切りをするイメージで、こういう感じで、ずれていきます。こうです。で、さらに右肘を支点に足を抜いてきて、もう一度上向き。で、やっていくと、このようにね、割れていきます。もう一度いきますね。スクロール、肘をつける、足とね、お尻を固定した、上抜き、足を抜く。上抜き、足を抜く。で、ここで割れたら、いける方向に行ってください。戻して足をまたいでね、そのまま、こちらサイドに抜けていきます。今ので、抜けない場合が、あると同じお尻の近くに組んで、スクロール、移動、上抜き、戻して、一向に足ロック、このね、お尻も浮いてない、で肘も床について、この足も動いてないのに、移動してもなかなか切れないなってなった時に、ここで戻って逆サイドにしていきます。これで切れるので、あとは一緒ですね、横にパスしていきます。この状態ですね。スクロール。で、横。大きさ。グッと。
で抜けるんですね。新人実に今日最後出てくれてどうもありがとう。参考になったよって人はいいのボタンを押してね。質問やリクエストは気軽にコメントしてね。チャンネル登録もよろしく頼むよ。